どうもお疲れ様です。今回は来ましたねということで、最強メダル来たね。ルフィ&ルッチメダルということで、いやータグがすごいんだよね。ほら見て、めちゃめちゃ多いでしょ。まあでも正直言って組み合わせづらいっす。やっぱ6式とか、まあ、その他もろもろあるんで、まあちょっとね、まあ、他の6式キャラはサイファーポールのタグだったりね、まあ、こっちサイファーポールなかったりとか、まあ他にはね、まあなかったりするんで、そう考えたら組み合わせづらいんですけど、まあいろんな種類とメダルとの兼ね合いができるかなと。まあ、例えばサイファーポールに寄らせることもできるっちゃできるし、まあ、できないっちゃできないということで、まあ、このタグの多さ、皆さん絶対作ってください。これからね、どんなメダルが来るか分かんないんですよ。いや、もしかしたらルッチ&ゾロメダルとかね、なんか来たら6式、まあそういう感じで、まあ、もはやイベントメダルでもダブルキャラが来てしまうっていうね。まあちょっとキドロとかのメダルとかもそんな感じだったりとか、あーその他もろもろダブルキャラいますけど、いやまさかのね、ルフィ&ルッチということで、まあそもそもこのメダルルフィとしてもめちゃめちゃ優秀なんでね、ほらタグめっちゃ合わせられるでしょ。もう普通のルフィとも合わせられるんで、まあ、とりあえず絶対作ってくださいと、はい、いうことです。ということで今回やっていくのはルフィサーシということでね、敵チームの時に強いと、でさらに負けてる時にスキルに短縮みたいな感じかな。であと組み合わせられるとしたら、まあ、このルッチルフィのところを、ここルッチに変えてみたりとか、することによって、まあ、ここでねタグを合わせられて、ロック式が合うみたいな、まあ、そんな感じでね、まあ、ここブルーのでも OK かもね。そしたらね結構ダメージカット通る なるんでね、まあそれはキャラ次第ってところかな。まあ、ということで今回はこのレッドシャンクスじゃねえわ、白シャンクスに、この新メダルやっていこうかなと思いますね。つらこ、はい、ということで1戦目やっていこうかなと思います。今回やっていくのは白シャンクスということでね、スキルに、まあ、新メダルを、つけてきたということでやっていこうかなと、はい、思います。ということでこれ抜き切っちゃうか。まあ、とりあえずこれ抜き切っちゃって、さあそれは当たっちゃうけど、これどっちかしか取れないよ。あーなるほど、ロジャーが取っていくと。まあ、ということでこれは取り際を、スキルにぶち当てといて、1,2 からの、これカムサリ当てときますか。当てといて、はいはい、ブルーノも KO していくと。であのロジャーに竹取っときたいなと思ったけど、オッキーしっかり KO 持っていける。まあ、やっぱりこれがシャンクスよねと、はい、いうことで、これ敵陣だったら強いんで、敵陣と、はい、敵陣強い。これはオッケー、スキルに短縮あるんでしっかりここもカバーできていくと。ナイスジャブラー、オッケー。まあ、こういう場合はねちょっと味方ジャブラがいたんで、まあ、ちょっとねまあ全然無理やり行く必要なかったけど、敵陣が少ないな。まあ、やっぱりでもこれ殲滅したから敵陣が少なく見えるだけね。ということでこれかぶさって、はい、3人に当てていく。これエグすぎ。1,2 からの OK で、これは1からの OK、 1からの OK、 ジャスしてできてないんかい。まあ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 、ナイスナイス。でそろそろかぶさり溜まったかな。かぶさり溜まったから使ってないか。 OK 使ってないから、ここはスキル2がしっかり当たる範囲ということで、これちょっと待って、ちょっとこう任せて、ロジャーずっと回復されるから、ちょっとじゃあここ OK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 。 ちょっと逆にね、逆にあんまあれかもねそんな良くないマッチアップかもね。さあこれカムサリ当てといてみ、そっか緑ロジャーのカムサリか、しくったわ。さあということでこれ中入っといて、 OK、 これ当てといて、これ一旦打っとくか。さあこれ今ちょっとスキル2を短縮しようとしたんですけど、あのジャブラのね、あの十指眼で、あのスキル、あの気絶がなくなっちゃったんで、あのあれだね、そんな短縮されなかったか。 OK、 1からでも今ので短縮されたね。ということでこれは敵陣最強を見せていきたいところ。 OK、 一旦打っといて、これ30敗かじゃない。30敗かなってないか、マジか。いややっぱ結構ロジャーに耐えられるね。まあちょっと敵陣じゃないんですけど、 OK、 これ取り際いくか。あー待て、これ回復の範囲ないな、入んなそうなんで、これは誰が来たか。 OK、 1,2 の3で、オッケー、これで入るかな。さあちょっと守りがちになっちゃってるんですけど、まあしょうがない、ちょっと味方結構ガン攻めだし全然しょうがないところで、オッケー、一旦ここで回復の入れていく。回復の入ったから、まあこれ結構ワンチャン落としきれるんだよ。さあこれは、はい、なるほど、俺に当たってないからのこれ30%、やべえ、ギリギリ切れた、最悪。いやでもこれが間に合っていく。オッケー、間に合わないか、最悪。いやでも回復の入ってるんで、これは落とせるオッケー。いやスキル2で落としかったか、まあまあしょうがない、しょうがない。これはで、これはもしかしたらコンボスキル終わっちゃうけど、ここで1、はい、2からの、回避し、やばすぎ。いや、ラグ、その距離感何。ちょっと待って、これ、あれこれミスってる、相手これ敵虫ダッシュあると思ってるでしょ。 OK、 はい、カムサリよ、透けすぎだけど、敵虫ダッシュないから、これはえ、守りきれね、これ
ここにいれば守りきるよね。オーケーオーケー、完璧な場所、オーケーナイス。豊かなも守りきっていく。はい、ということで2戦目やっていくんですけど、いやどうですかね皆さん、シャンクス、まあ、やっぱりねシャンクス自体は結局強いよねなんだかんだ、まあ、全然減らないっていうか、まあ、豊がね、まあ、圧倒的多いかって、まあ、多いけど、まあ、圧倒的多いわけではないから、さあこれはとりあえず当たらないところで豊の攻撃が怖いんで、さあこれ六王が怖い、そこ当たっていく。いやまあコンボスキル使えなくてもしょうがないね、全然オッケー、これに関しては。いや使っちゃって、さあ攻撃が当たらないようにしたいよ。さあこれセラーのやつを当てたいんで、いって、今誰にタゲかかってきた、なんで俺にタゲかかった、今ジャブラがいた、ん味方のジャブラがいたのか。さあとりあえずこれジャスしといて、さあこれ切れちゃってるんで、これジャブラに対してオッケー、カムサリ、いや瞬間移動しやがった、たちょうどいいタイミングで、ラグラグラグ、なんか今日歌の通常攻撃が全体的におかしいんだけどさ、これ1からの OK、 1、2、はい、これはジャスしといて、ちょ歌の通常攻撃はおかしいから伸びすぎこんな伸びてないよねいつも、あれなんでこんな長いんだ。さあとりあえずこれは、あー1、あ OK、 さすがにそれはもらっちゃう。いやこれちょっと逃げるか、いや覇気ついてるあいつ、くそ、これ一旦回避してのシード割って、まあまあ全然覇気ついてないんでね、もともとこれはラッキーじゃないか。であっち空いてるんで、で白ひげでしょ、 OK、 1からので主眼よけて、これ撃つしかない、もうやられる、これはエア無敵間に合っていく、はいはい覇気ついて、さあこれは大丈夫と、はいはいでかすぎ、でこれ肉食べちゃいますか、肉食べて、さあこれ1からの OK、 これ無通常攻撃合わせで、これブースト来たんで、これだいぶ熱い、1、はいオッケー、1、2のオッケー、さあオッケー、白池狩り、からのこれジャブラに任せるか、一旦任せて、何もなさそう、まっすぎ、オッケー、しっかり歌も KO と、関係なしで KO していくよ。さあこれは最悪、おた助けて、あーやばい、これは最悪なタイミングで吐き切れた、いやーもったいねー、ちょっと今日オーカー七分回ついてないんで、だいぶ短めかもしれないですね七分回をやっぱつけた方がいいね、多分ついてないと思う。さあということで、さあ相手ルッチ多いんで、これシャンクスでいけたらこれいけるな相手相性悪すぎだろ。さあこれカムサリ入っていく、オッケー、しっかり一人当たって、でその後ダブル KO が入ってないけど、ここでしょ、オッケー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 、これ KO しきるわ、あーなるほど。さあこれはジャスしといて、1、はいしっかり KO して、ここ多分取れるんで味方ナイスから、これはカボチャジャスして、ああっちだあっち行ったわ。さあそれちょっとおもろいな、これジャスして2本取ったんで、カボチャないこと分かってるんで、これえこれいけね、これ1、2からのコンボスキル打っちゃう、オッケー、はいはい歌も結構これはローよ、からのこれセラヒムがいるんで、はいオッケー回避しちゃった、オッケー貫通狙ってんのバレてるけど、逆に打たない、1、2、はいオッケー、1、2のオッケー、さナイス味方、いいねやっぱシャンクス、なんか攻めてないけどめちゃめちゃ守れてるよねやっぱシャンクス強くない、オッケー最後通常攻撃当ててダウンさせて、ありがとうございました。3戦目やっていこうかなと思います。いやどうですかね皆さん、白シャンクス、まあ、今回からね、オーカ七部会、つけてきました、さすがに短すぎるということで、いやこれどうしよっかな、さああそこまた歌がいいんだよな、さあ歌はやっぱり基本こうやってスルーしてあっちのね得意キャラを行って、え何、あ今吹っ飛ばし、エクレフィーの吹っ飛ばしが俺の方に来た、あ戻された、最悪、うぜえ、あのキャラ歌すぎるだろう、めんどくさい、今完全に無視してたわ、どうせ倒さなくていいと思ってたから、いやこれどうしよっかな、いやちょっとカムサリがねちょっと噛み合わなかったね、惜しかったね、いやこれどうしよっか、緑ロジャーね倒してあげたかったんだけど、いや優先的に行き過ぎたか、ちょっとねそこは噛み合いが良くなかったですけど、とりあえずこれは、いや火ついてんだよな、いったマジか、いやちょっとどうしよっかな、これ一旦これスキルに一旦吐きつけて誰か KO していく、でこれジャンプしてカムサリ返して緑ロジャーに、でからの無敵スキルで、はい痛すぎ、また火つけちゃった、最悪、オッケー戻されてない、回避使った、でこれ1、2のオッケー、3でいって、シャンクスさ通常攻撃さあちらこちら行き過ぎなのよ、本当にまっすぐ行こうぜ。さあこれは緑ロジャーに、いてててて、オッケーオッケー、これだったら全然オッケーよ、いやちょっと火が最初についてるかついてないか全然違うな、これ一回打っちゃって、ラグイー、それはラグイー、カムサリ見えてない、オッケーこれはオッケー、1、はい2のオッケー、3で火消す、火消した後これはスキル2を打っちゃっての、いやこれどうしよっか、いやちょっとマジできついな、ちょっと竜巻がマジでめんどくさい、アンドカムサリが、いやあっちのカムサリ無敵だしな、ちょっと一旦引くか、
ちょっと一旦引いて、あそこにある肉がなくなっちゃったけど、これブースト呼びたいよな。で、オッケー、スキル2が溜まるんで、で、ここら辺からカムサリをしっかり打っていきたいんですけど、ここでしょ。はい、オッケー、いいカムサリ入る。2人に入る。で、これはジャス回避、はい、したらオッケー、しっかり KO して1、はい、オッケー、1、2、からの1からの30敗かな、ないか、あと一発、いや、オッケー、ここオッケー、完璧、今度は完璧よということで、ここ取り切っちゃって、いや、今のねカーソル管理すごい大事よ。さあ、これはとりあえずこっち行きの、これ緑ロジャーでしょ、オッケー、打っちゃってしっかり KO、 はいはい、そっちのカムサリはオッケーよ。で、これどうしよっか、今回避してたんで、さあ、これ多分握るんで、ここ打っちゃって、はい、これで、はい、1、2のオッケー。さあ、これはトリギは誰か打つ、一旦味方に任せて、コンボスキル、これが本当のコンボスキルもはや。さあ、ということで、これワンチャンこれ KO できるんじゃね。さあ、これジャスして1、2、はい、オッケー、外出ちゃったら、外出ちゃったら無敵スキルでテラヒムも一瞬からの、ここカムサリオッケー、カバーしていく。で、これは取れるか、これ取りたい、取りたい、取っちゃっていい、これ取れるか、取り切っていいか、これ取り切れる、取り切れる、オッケー、完璧。いや、ちょっと待ってね、これカバー、カバー取れないか、誰か誰か、貫通、貫通さえあればいけます、貫通さえ、オッケー、ナイス、ダウン、アウトした。